どうも皆さん、ヤッホー、プロダンです。ローアングルからこんにちは、ロアです。はい、やってきました。はい、ね、黄昏れてましたけど今。あ、黄昏れちゃいましたね。はい、ということで今日ここはお台場のジョイポリスなんですけども、まあ、ちょっと今日いい天気なんでね、来るのはもったいないと思って妹と久々にね遊びたいと思います。前水上アスレチックだ、そんなもんね。ということで今回は最先端のシューティングゲームで、最先端の、はい、でロアを打ち抜きたいと思いますので、いろんなところを絶対おかしい、またが、はい、皆さん任せてください。今度こそ見せますんで、ということで行っていきたいと思います。何の話。これから君たちにはこの任務に参加してもらう。今回向かってもらう舞台は宇宙ステーションの内部だ。ここに住んでいる住民たちと突然連絡が途絶えてしまって安否が不明の状態となってしまった。横に連射と書かれているトリガーを引くだけ。この状態で勝手に連射してくれるという簡単な銃だ。すげえな、仮想現実。これが2人に背負ってもらうバックパックというものになる。重さが結構あるんだ。4キロの重さのバックパック背負うときに優勝ってなるから気をつけてくれ。次に引っ掛けた状態に当て、さあこれで装備を完了。あとは写真とかを撮りたかったら自由に撮ってね。写真ちょっと撮りましょうよ。ちょっと緊張してきたんだけど。できない。さあ床に番号があるんだ。好きなところに立てて、どこでも OK だ。すごっ。いきなりこれ始まんの。来ていきなりもう早々この状況で心の準備がまだなってないですけど。さあではまずは装着を順番に進めていこう。ゴーグルを目の位置に下げて。やべえな、マジで。あれかな。あれかな。何やってんすかそれ。え、いや、私も、いや、プロさんさんともやばいですよ。あ、ま、マジで。ガニ股でなんか。ああ。いや、マジですごいびっくりしました。なんかこんな空間で、なんかめちゃめちゃ広い感じでやってたんで、ね。いや、怖かったです。いや、めっちゃプロさんすごい打ってくるから、私のことめっちゃチッパーってなるんですよ。そう、チッパーってのはすげえリアルなんですよ。これやんないとわかんないかもしれないですけど、めちゃめちゃそれといい運動になるんで、すげえ神経使って。いや、怖い。結構怖いです。はい。またちょっとやりたいですね、これは。ということで、妹とゼロレイテンシー VR でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次はリアルの戦いをしたいと思います。リアルの戦い。はい、ということで本日はこちら、じゃん、スタートリガーというマップ召喚になるんですけども、まあ、名前はプロ太郎なんですけど、キャラがめちゃめちゃいろいろ種類が多いんですよ。目とか鼻とか口とか輪郭とか髪型とか、あの服装とかね、全部最初に変えられて、俺なんかこんなボケーとしてるから、こんな口開いてるね、ちょっとなんかのほんとした
ね、やつになってるんですけど、まずキャラね作るのが超楽しい。で、あの双剣とか、まあ、銃とかね、まあ、あの狙撃とかいろいろ武器もあるんで、まあ、すごいね、あのそのシミュレーションゲームとしてはめちゃめちゃ面白いと思います。で、早速ねガチャやっていきたいと思います。はい、で今日は特別にレアガチャね30連やっていきたいと思いますんで、ここで武器をめちゃめちゃねちょっと集めたいと思います。では早速やっていきます。どんな感じだろうね、どんな武器が出るか分かんないんですけど、あ、もう出たのこれ、あ、もう出てるじゃん。次元烈弾夏講習、うん、なんかね夏講習するんだろうね、大学受験のために。鋼鉄黒樹、いいねなんかいい感じだね。余韻暗弾、なんか夜な夜な襲うんでしょうね多分。毒蛇腰椎弁慶すげえなあ。黒鉄黒冷えみたいな感じで、あ、また毒蛇腰弾、あーいいね剣、黒鉄黒刀、あーこんな感じか。まあこれがいいのかな、光ってるから。あーこれちょっとダメだね。余韻暗刀、長寿無刀おなすけ、あ、直すけ、あ、これ使ってみたいな。今の黒鉄骨弾、これは出たね。余韻暗寿、あーこれね、あ、これ強そうなんだけどな。 SRR なんだ、うん。有限軽度10兵次元烈弾アルタイル、あーこれ強いやつじゃん。はいはいはい、まあ、こんなねいろいろ銃とかね剣とかいろいろ来るわけですよ。はいはいはい、あー SSR 来ないね、これ見た ISR シリウス、あーこれ名前いいけどね。はい、ではねちょっと30連終わったんで、ちょっとね、結構その映画みたいな感じでこんな感じになるんで、めちゃめちゃ面白いです。ただ見てるだけでも楽しめるっていう。こんなやべえやべえな、あっちの武器。はい、ってな感じでね、まあこんな感じでそのやり込めばいろいろ要素も追加されて面白くなっていくんで、まあ僕まだレベル5なんでね全然やるところがなかったんですけど、まあ装備とかもいろいろできるようになって、剣とかねいろいろ使えるんですよね。銃とかもその武器の種類も豊富で、でさっきも言ったんですけどアバターもねいろいろ変えられて、まあ今の段階で僕まだ変えられないんですけど、でチーム戦とかもあるんでね、あの操作も簡単なんで、ぜひシューティングゲーム好きな人はめちゃめちゃおすすめだし、そのなんていうんですかね、動きとかも軽やかなんで、さっきあったように、はい、自動でその映画みたいになるんで、まあ、ぜひちょっと興味ある人は概要欄からチェックしてみてください。概要欄に貼ってあるんでね。ってことで僕もこれからちょっとやって、ちょっとねあのアバターまた変えていきたいと思います。ってことで以上スタートリガーでした。ありがとうございました。